俺は悩んでいた。俺の中に渦巻く邪悪な感情、煩悩に、こんなやましい気持ちを抱えているなんて、人に、特に女の子たちに知られてしまったら、きっと彼女たちは俺を軽蔑し、あの恐ろしい言葉で俺を罵るに違いない。この変態と。俺が唯一普通に話せるのは幼馴染のモンスター娘リリアだけ。他のことはまともに喋ることすらできない。だが最近はそのリリアにさえいかがわしい感情を抱く始末。このままではリリアに迷惑をかけてしまうかもしれない。リリアにさえ見捨てられたら俺は一体どうすれば。嫌だ、違う、こんなの俺じゃない。俺はこんな煩悩なんかに負けない。俺は走った、力の限り走った。煩悩なんて追い出してやれ。俺は俺を取り戻してみせるんだ。そして女の子と普通に話せるようにな。イオ、大丈夫？リリア？気絶してたみたいだけど、どうしたの？あの、これはな、まさか煩悩を追い出したくて自分の限界に挑戦してたなんて死んでも言えるか。あれ、なんかさっぱりしてる。ちょっと運動不足の解消に走ろうかなって。もう、それで転んだの？慣れないことをいきなりするからよ。ほんと、突拍子もないことばっかりするんだから。怪我とかしなかった？大丈夫みたい。やっぱりリリアを見ても変な気持ちにならないぞ。これは成功したのか。そう、ならよかった。あんまり心配させないでよね。ごめん、理由が話せないとはいえ怒られた。でも俺を心配してくれるのはリリアだけだし、ありがたいと考えるべきだよな。リリアに怒られてしまった。だが心は晴れやかなものだった。リリアを見てもやましい感情を抱かない、いかがわしい気持ちにならない。これは俺の中の横島なる感情、煩悩を追い出せたに違いない。俺の未来は明るい、輝いているんだ。ほら、帰りましょう。ああ。はずだった。おかしい。あの時俺は
脱皮できたはずなのに、どうして？こんなところで頭抱えて、何か悩み事かな？なんでもないです。大丈夫なんで。あらあら、相変わらずシャイね。ボンはあの時捨てたはずだ。綺麗さっぱり追い出せたはず。なのになぜ。なぜ女の子と普通に喋れないんだ。ねえ、リリア知らない？聞いてるんだけど。知らないけど。いつも一緒だから知ってると思ったのに。リリアのこと全部知ってるわけないだろ。役立たず。あれだ、あれ、ああいう攻撃的な奴には言葉なんて出てこないよな。俺もああいう奴とは話したくないし。あ、でも職人ですか。フレンドリーだった。おお、いいよ、探したぞ。あ、長老様。お前に話しておかねばならんことがあってな。昨今の世界の危機、お前も知っているだろう。はあ、モンスター娘たちが暴れてるとか、その原因を探しに行った人たちが全然帰ってこないとかですか。モンストピアへの観光客が減って町の収益が減ったとかなんとか。そう、我がセクレンドは今未曽有の危機に立たされているのだ。違う、世界の方が危機、世界危機なあ。で、実はだな、おかしくなったモンスター娘を調べるため、各地からモンストピアに人が入っているのは知っていると思うが。調査って言っても、伝説のモンスター娘を倒しに行こうって人たちですよね。小さい頃はよく遊びに行ったから、なんか悲しいな。よく行ったって言っても、第一エリア以外は怖くて行けなかったから。ほう、悲しいと。はい、モンストピアには友達がいるんで。おお、まあそれは置いておいて、ついにこの町からもモンストピアに誰かをやることになってな。まあこの町はロイティウムとモンストピアのちょうど真ん中にあるからな。でもなんでそれを俺に話すの？喜べよ、その代表としてお前が選ばれたのだ。その友達とやらの様子見がてら、ついでに世界を救ってこい。え、これは神のお告げだ。運命と書いて定めなのだよ。明日の英雄は君かもしれない。正直パッとしないやつだが、この旅で様々なことを経験し、大きくなって帰ってくるんだぞ。でその心は。お前ならどうでもいいかなって。軽い。仮にも人一人の命がかかっているというのに。黙れ。お前が今までこの町のために何かしたか言ってみろ。何って、俺は何も。そうだ、お前は何もしたことがない。はっきり言って役立たずだ。そんなはっきり言わなくても。何もしてないのは事実だけど、結構傷つく。今までの分、ここで役立ってみせよ。やってみれば意外とできるかもしれんぞ。超無理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 、そんなの無理だって。絶対無理です。自分で言うのも悲しいけど、俺平平凡凡どころか全てにおいて平均以下だから。断言できます、そんなの無理です。くどい。とっとと行ってこい。お前の両親の許可も取ってある。愚足ならぬ打足ですが、あれがお役に立つようでしたら、どうかよろしくお願いしますとな。
世界を救ってこいとは言わん。お前にそれができるとも思わん。さっきと言ってること違うし。だが道半ばで戻ってきてもお前の家はないと思え。いいな。そんな男ならば最後の一花咲かせてこい。さらばだよ。お前の尊い犠牲を胸に刻み、わしらは生きていくぞ。戻ってくるなってことじゃないか。どうすりゃいいってんだよ。イオ、大丈夫？リリア、これが大丈夫なように見えるか？ごめん、見えない。くっそー、チョロめ、好き勝手言いやがって。思い出したらムカついてきた。大体この町のモンスター娘たちはいつも通りじゃないか。どこが世界の危機なんだよ。それもそうなのよね。モンスター娘がおかしくなるって言うなら私だって。そうそう、だからみんなが言うピンチって実感が湧かないんだよな。どうして他のモンスター娘がおかしくなってしまったのに友達だけいつも通りでいられるのか。さあ、何かあるんじゃないか。わかんないけど。ねえイオ、私どうして彼女たちがああなってしまったのか知りたい。そしてできることなら元に戻してあげたい。私もイオと一緒に行く。イオ、いいでしょ。いいも何も、俺は別に行くと決めたわけじゃ。じゃあイオは私がみんなみたいにおかしくなっちゃってもいいの？このままずっと町のモンスター娘だけ平気かなんてわからないんだよ。もし私がおかしくなって人間を敵だと思うようになったら、私が誰かをイオを傷つけてもいいっていうの？それは私、そんなの嫌だよ。怖いよ。そんなの俺だって嫌だ。でも、もうみんなを見返すチャンスでしょ。言って、やる前からうじうじしない。やってみなきゃわからないでしょ。あんなこと言われて悔しくないの？悔しいでしょ。私はすっごく悔しかった。そりゃムカついたけど、なんでリリアが怒ってるんだ？何よ、変な顔しちゃって。友達をバカにされたのよ。怒るでしょ普通。イオが役立たず、どうでもいい人間。言いたいやつには言わせておけばいいんだわ。今はね、イオがやればできるってところ見せてやりましょうよ。私とイオで世界とモンスター娘を元に戻すのよ。俺にできるのか？だからやる前からうじうじしないの。痛い。わかった、わかったから。行けばいいんだろう、行けば。何度もケツを叩くなよ。リリアは加減を知らないからな。そうと決まれば全部急げ。さあ行くわよ。へいへい。ほら置いてっちゃうよ。いらっしゃいませ。本日は何をお求めですか？あの旅立つのに必要なものを。それでしたらこちらはいかがですか？ショップのお姉さん、いつもならもっとフレンドリーなのに、空気の俺にも優しくしてくれたんだけど、今日はなんか一枚壁があるというか他人行儀な感じだな。
どうしたんだろう。いらっしゃいませ。商品はこちらよ。他にご用は？また来てね。いらっしゃいませ。商品はこちらよ。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご用は？また来てね。うわ、なんだこれ。キノコ、キノコ、キノコ、キノコだらけじゃないか。しかもヘンテコなのばっかり。前はこんなんじゃなかったのに。新種キノコの異常繁殖とか、よし、この状態をキノコニョッキリンと名付けよう。普通に考えて世界の異変と何か関係してるんじゃないの。本当にみんなおかしくなっちゃってるんだな。レイチェ、大丈夫かな。まずレイチェに会いに行くか。おい、何故人間がわしらの世界におるのじゃ。しかもわしらの仲間を連れ回して、なんというエスじゃ。はあ、何を言ってるのあなた。お主、なぜ人間なんぞと共におる。その男に脅されておるのか。それとも何か弱みを握られて。そんなことされてません。私は自分の意志でイオと一緒にいるのよ。なんと、いつから人間なんぞと共におるのか。M だ M だとは思っておったが、貴様相当なド M じゃな。 S か M かでしか判断できないのか。ちょっと前まで人間もモンスター娘も仲良く暮らしてたじゃない。おかしくなったのはあなたたちの方でしょ。バカを言うでない。
人間どものせいで世界がおかしくなってしまったんじゃぞ。人間の味方をするモンスター娘なぞあってはならぬ。エリアリーダーのわし自ら成敗してやろう。光栄に思うのじゃぞ。このエリアの代表の望むところよ。あ、待て待てリリア、ダメだ、勝てないって。エリアリーダーってそのエリアで一番強いモンスター娘のことじゃないか。でも待て、そのショープ俺に預けてもらおうか。エンテコモンスターが喋ってる。しかもあのスカーフ、もしかして。なんじゃ貴様は、取り込み中じゃぞ。俺の名はオット、風の向くまま旅をするさすらいの狩人だ。レディ、まずは怒りを鎮めて俺の話に耳を傾けてはくれないか。自ら窮地に立つ貴様はエムじゃな。少し考えてみてくれ。同じモンスター娘同士で争うなんて、そんな悲しいことはないだろう。わしもハラカラと争うのは本意ではないからな。おい人間よ、ここで引き返すのならばその者に免じて見逃してやろう。じゃが次に出会った時は容赦はせんぞ。二度はないからな。君たち危ないところだったな。ええ、ありがとう。ああ助かったのかな。ともかくありがとう。改めて自己紹介させてくれ。俺はオット、風の向くまま旅をするさすらいの。さすらいの狩人だっけ。そう、さすらいのパンティーハンターなんだぜ。はぁ、決まったんだちょ。飼い主はどこかな。変な生き物の飼い主さんな。ペットは飼い主に似るって言うしね。きっと飼い主に似ちゃったのね。かわいそうに。しかも首にパンツ巻かれてるし、首輪代わりなのかしら。あ、やっぱりパンツだったか。お前ら失礼だお。本当に礼勇気あるんでじ。ピンチを救ってくれたという感謝の気持ちはあるぞ、ちゃんと。うん。ただピンチを救ってくれたのがパンツ首に巻いたヘンテコという現実に頭が追いついていないだけだ。うん。これはスカーフの代わりなんだじょ。パンティーハンターとしての心意気を常に忘れないように巻いてるんだじ。へえ。あのモンスター娘じゃないが、なんで人間がこんなところにいるんだじ。モンスター娘の子猫ちゃんたちがこのところ急に人間を敵視し始めたのはお前も知ってるんだじ。でもそっちの子猫ちゃんはなんで普通なんだじょ。変な印もついてないし。変な印？レディに変な印がついてたの覚えてるんだじ。あれか。なんなんだあれは。世界がおかしくなってから子猫ちゃんたちにあの変なのがくっついたんだじょ。であれがついている子猫ちゃんは例外なく言動がおかしいんだぜ。おかしくなってる印ってことなのか。よし、この印がある状態を黒歴史状態と命名しよう。つまり黒歴史状態の印だ。また変な名前つけて。でも名前があった方が便利なんだぜ。まあそうだけど。その印は町のモンスター娘にはついてなかったわね。もちろん私にも。他にも普通の状態のモンスター娘がいるんだじ。理由はわからないけど、俺たちの町で暮らしてるモンスター娘はおかしくなってないんだよ。謎は深まるばかりなんだじ。しかし安全な場所があるのにわざわざモンストピアに来るなんて水凶な奴らなんだじょ。私たちがここに来たのは友達が無事かどうか心配だったのよ。彼女がおかしくなってたら元に戻してあげないと。できれば世界がおかしくなった原因を調べて全てのモンスター娘を元に戻してあげたいの。なるほど。第一エリア以外にもモンストピアを回る予定と。もちろんよ。俺はできれば行きたくないんだが。そういうことなら協力してやってもいいんだぜ。俺がいると何かと役に立つと思うんだじょ。
お前らよりここには詳しいつもりだし、お試しってことでどうだぜ。今なら安いんだぜ。金銭を請求するのか。なんなん、人間の貨幣なんて興味ないんだじゃ。俺が欲しいのは番手のみ。欲しいってまさか私のじゃないでしょうね。この世界のあちこちにはモンスター娘たちが脱ぎ散らかしたパンティーが落ちてるんだぜ。俺は世界中に散らばる子猫ちゃんたちのぬくもりを集める旅をしているんだじゃ。モンスター娘ってパンツ脱ぎ散らかすの？そんなわけないでしょ。知らないわよ。あれか、古い服捨てるみたいに昔の自分なんて脱ぎ捨ててやるぜ、スパーンってことか。だからってパンツ。俺はそのパンティー集めを手伝ってもらいたいんだぜ。世の中はギブアンドテイクだぜ。結構です。もうお前ら面白そう。興味深いから一緒に行きたいんだお。言わせんな、恥ずかしい。どうするの？ついてきてもらおう。なんかの役に立つかもしれないだろ。なんのよ。言動はあれだけど口は回るし、さっきみたいに面倒な交渉は引き受けてくれるかもしれないだろ。自分が楽するためには全力やるね。自分の欲望にオープンすぎるこいつがいれば俺が変態だと思われないだろうし、こいつに比べれば俺の煩悩なんて可愛いもんだろ。わかった、これからよろしくな。おっと、おう、パンティー探しに励もうぜ。Thank you.
行くわよ。この昔からこの先には行けないのよね。何があるか気になるんだよな。すっごい財宝が眠ってるとか、とんでもない魔物が封印されてるとか、いろんな噂があるけど、俺としては世界の秘密が隠されているとかだと熱いな。ほんと好きよね、そういうの。まあ今は気にせず先を急ぎましょう。あ、そうだな。私に任せて。そこよ。
めるぞ。この勝ったわ。油断してたわ。やめて。いざ。ボーン。
めるぞ。私たちの敵じゃないわね。変なのついてるんだじ。ああ、様子がおかしい。いつものレイチェと雰囲気が違う。あなた、どうして人間なんかと一緒にいるの？人間なんかって、イオよ、忘れちゃったの？覚えてるわよ、バカにしないでよ。でも、人間は人間でしょ。それとも、人間を味方にしたの？さすが八方美人のリディアちゃんね。私分かってるんだから。どうせ人間と一緒に私をいじめに来たんでしょ。
何言ってるのレイちゃん、話を聞いて。どうせどうせ私のことなんか。やっぱりレイちゃんもおかしくなっちゃったのか。どうすればレイちゃんを元に戻せるんだ。これはまたネガティブな方向におかしくなってるんだじ。ま、攻撃的になられるよりマシだと思うんだじょ。こんなレイチ、レイチじゃないわよ。早く元に戻してあげなくちゃ。どうするんだじ。それは、でも私がレイチを助けなくちゃ。一体誰が。それだ。レイチを救えるのは君しかいない。え、どういうこと。君のレイチを思う気持ちをドカーンとぶつければあんなネガティブぶっ飛ばせるさ。よくあるだろ、夕日の丘で拳と拳を交えて語り合うってやつだよ。いや、それはちょっと違うと思うよ。ともかくレイチを救えるのは親友の君しかいないんだ。君たちの友情が今試される。ちょっと適当なこと言わないでよ。真面目にやって。じゃあ他にいい案があるのか。やっぱり私をいじめに来たのね。違うってば。でも私だっていつまでも弱い私じゃないんですから。やめてレイチ。いつものレイチェに戻ってくれ。やめるぞ。覚悟して。これでおしまいよ。もう限界だ。力が溢れてくるわ。全力全開。本気を見せてあげます。いい眺めだぜ。そわそわしてきたぜ。もう限界だ。すごい。何、私の出番ね。逃がさない。ボーン。私に任せて。すごいの行くわよ。もう一枚。みなぎってきたんだじ。行くぞ。体これでおしまいよ。イラッとくるじ。ボーン。見てて。燃え上がるぜ。もう我慢できないよ。お願い、元のレッチェに戻って。元の私、あんたたちの顔色を伺ってニコニコしてる私のこと。え、ミリアちゃんはいつもそうよ。優しいふりして親切なこと言って、本当
ちゃんがいなくちゃ何もできない。クズでのままのレイジって、いつまでも偽善ずらしてないで本性出しなさいよ。あんたなんか大嫌い。レイジ、リリア、レイジはおかしくなってるだけだ。それは彼女の本心じゃない。レイジが一番の親友にそんなこと言うわけないじゃないか。そうね、そうだよね。か、もう我慢できないんだ。え、お、限界なんだ。ジョー、フィデルジー、なんなのこれ、体が動かない。レイジ、いいよ、お前の子猫ちゃんの友情に訴える作戦、いい案だったんだぜ。でも、それだけじゃ足りないんだお。足りない？それは、お前の熱いほとばしりだお。子猫ちゃんの友情と、お前のモンスター娘を救いたいという情熱が、モンスター娘、そして、世界を救う鍵なんだお。俺の、情熱。いつだって、世界を救うのは、愛なんだぜ。うわ、かゆっ。お前も同じようなこと言ってたんだじょ。でもどうすればいいんだ、俺もレイチェと戦うのか。子猫ちゃんがしびれて動けない間にお前の熱いほとばしりをぶつけるんだじょ。その先はその都度説明してやるんだじ。わかった、行くぞ子猫ちゃん。なに、thank you.
私だって、やるときはやるんです。そこは違うんですが、私はこっちですよ。私には興味がないんですよ。私、今まで何を…よかった、元に戻ったみたいね。え、リリアちゃん、よく…うまくいったみたいだな。あの変な印も消えたし。おお、勢いでやってみろとか言ったけど、まさか本当に戻るなんて。勢いだけだったのかよ。でも、これでモンスター娘は元に戻せるって分かったじゃない。他のモンスター娘も助けられるわね。ああ、私、今まで…どうしたんだ、ジョー？どうしたの？落ち着いて！お願い、忘れて！あんなの、本当の私じゃありませんからね！助けに来てくれたのに、私、なんてひどいことを…しかも、ミリアちゃんは…おかしくなっていた時の記憶はあるのか。それは恥ずかしい。あのね、ちょっと聞きたいんだけど、どうして人間を敵だって思うようになっちゃったの？きっかけとかは覚えてる？はっきりとは覚えていないけど、突然人間のせいで世界がおかしくなったって思うようになって、それで気持ちもどんどん暗くなって、他のモンスター娘もそうだって言うから、人間に嫌悪感を抱くようになって、もう生理的に受け付けないって。あれだけ仲良くしていたのに、おかしいですよね。そっか、顔色悪いけど大丈夫か？はい、今はもう大丈夫です。大丈夫に見えないんだな。あのさ、レイチも元に戻ったし、一旦町に帰らないか？私もそうしたいけど、でも大丈夫かよ。長老のことだから、世界全部平和に戻すまでダメだとか平気で言いそう。話も聞いてくれないだろうな。こっそり帰るとか。今までもそんな感じで戻ってたんだけど。あ、そうだ、こういうのはどうでしょうか。宿屋さんに泊まるんですで、何か言われたら、私は町の住人ではなく旅人ですって言うんですよ。旅の途中でどの町に行こうが、どの宿屋さんに泊まろうが、旅人の自由じゃないですか。そのヘリク…あ、いや、いいわ。そういうのはどこで覚えてきたのかな。エリアリーダーがよくこういう面白い冗談を教えてくれる方なんですよ。そんな感じで大丈夫かな。まあ、明暗ではあるんだじ。じゃあ、基本こっそりで、見つかった時はそんな感じってことで。いいえ、私にできることなら何でも言ってくださいね。うん。